ポケモンカード、イエーイ。手札、あー、きつ、手札。うわ、最悪だ。はい、最悪だ。一番やっちゃいけないですよ、それ、マジで。今めっちゃ後悔して、あー、そこ、なんで俺そこ気づく、やっちゃったんだろうって思ってうわめっちゃ楽しいわ。あれは、やばいね。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ、始まりましたジャニーズゲーミングルーム、はい、今回は、我々二人で、そうなんですよ、お送りします。なんかちょっと、なんか意外なこう組み合わせというか、初めて多分2人でこう並ぶんじゃないですか、多分。そうね、そうですね。でもね、俺はこのチャンネルが始まって、はい、こうみんなで少しずつ話すようになって、はいはい、気づいてた。なんですか。佐久間に埋もれてたけど、はい、フッカーもなかなかオタク。そうかもしれないですね。いや、なんか結構話も合うなと思ってはいたの。今回のゲームはですね、はい、ポケモンカード、イエーイ。フッカーと同じデッキケース。これ可愛いよね。いや、これ可愛いです、めちゃめちゃ。いや、まさかここでできると思わなかったんで。でもね、俺その歴で言うと、はい、なんかちゃんとガチでやり始めたの、うん、今年なんだよね。あ、そうなんですね。僕、去年の1月ぐらいかな。この企画は、俺たち2人でやらせてくれということで、フッカーの師匠は、はい、あの、僕の師匠は松丸くんなので、はい、俺の師匠は、はい、あの、東京リベンジャーズの、はい、カズトラの声やってる、いかついっすね、トキシュンイチくんっていう。いかついっすよ。俺今日ね、はい、フッカーと対戦するっていうので、はいはい、昨日夜中の3時まで特訓してたから今日めっちゃ眠いです僕デッキ3日前ぐらいに作り直したんですよ。おー、なるほど。今日が一発目の勝負です、そのデッキに関しては。大丈夫？いやいや、もうマジです。もうイメトレは相当できてるんで。なるほどね。はいはいはい。あと、ちなみに僕1枚だけ今日カード持ってきたんですけど、お気に入りのカードで、ブラッキー VMAX の、これは今すごいスペシャルアート、スペシャルアート、すごいことになっちゃってるカードなんですけど、これはもうちゃんと地引きで引きましたね。これ宮田くんも欲しかったですか？いや、これめっちゃ欲しい。今日勝ったらくれる？なんでですか？あげないですよ今回のはやっぱポケモンカードというのを普段こうね、こう知らない人のためにちょっと分かりやすくなんかやりたいですね。あとね、デッキを2つ持ってきたんだけど。そうですね、僕も2つ持ってきました。1つはみんなが知ってる、はい、あのポケモンをメインとしたデッキと、あと1つはちょっとこの構築面白いな、っていうので、はい、一個作ったデッキがあるから、はい、じゃあ早速やっていく？よっしゃ、やりましょう。うわー、どっちかな。お互いどっちかなって。どれこっちでいこう。スリーブもね、そうです。こうカードのこうスリーブっていう、はい、このやつも結構、そうなんですよ。こだわりがあるんだよね。あと、いろんなスリーブありますよね。あるある。いろんなデザインの。ちょっと緊張してきたな。ね。え、スノーマンでやってる人いないの？いないんですよ。僕だけなんですよ。あ、佐久間バンガードか。そうなんですよ、佐久間バンガード。だから今、佐久間バンガードめっちゃ練習しようとしてますよ。へぇ、はい、カードゲームを練習とかさ、はい、あの、試合って言ってる感じが子供の頃と感覚変わるじゃない。遊ぼうよだったもんね見てる人お気づきかもしれないですけど、はい、V スターマーカーを僕忘れまして、なんで、あの、手書き V スターマーカーを忘れて、はい、最初はグー、じゃんけんぽん、先行で。あー、なるほど。じゃあ、後攻僕いきます、はい、じゃあ手札をまず手札ですね。7枚引きます。はい。3、4、5、6、7枚引いて、で種ポケモンというポケモンしか最初は出せません。はい。1枚あったので出します。1枚出します。で再度ここに6枚置きます。はい。でポケモンカードはこのサイドのカードをなくし先になくした方が勝ちでございます。そうなんですよ。うわ、結構渋っ。手札、あー、きつ、手札。はい、よし。じゃあ、いや、俺結構回るかもしんない。俺回んないな、これ。じゃあ、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、オープンします。はい。なるほど今だね。あ、そういうことか。ソルロックで。ソルロック。僕はミュー V。いや、もう、これはもう皆さん知ってますよ、ミュー V。ミュー V ね。はい。あの、これきついな。じゃあ、先行お願いします。じゃあ、もらいます。いやー、ミュウはね、俺子供の頃からずっと大好きなポケモンだったから、うん、使います。はい、バトルビップパス。うわー、このカードは最初の自分の番にしか使えない、はい、自分の山札から種ポケモンを2枚まで選びベンチに出す、そして山札を切る、
あ、俺これ回んないな。いや俺もガンガン回していくからね。いや俺回んないですねこれ。2枚まで。1体はゲノセクト V です。あ、それか、そのデッキかこれやばいよね。はい、あ結構困っちゃうな。大会でも結構そうですね、一時期すごい流行ってて、はい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 、優勝してそうですね、そうですね、しまくってたよね。ゲノセクト V を2体だし、あってことは絶対ゲノセクト V は2体では入れてない、もう1体。じゃあカードやっぱ自分のシャッフルだけじゃなくて相手にもシャッフルしてもらいます。はい、ウロボ。あーそういうことか。このカードは自分の手札からグッズを1枚トラッシュしなければ使えない。捨てるのは霧の水晶。なるほど。でこれコインを1回投げて表なら自分の山札から好きなカードを1枚選び手札に加えることができます。はい、コインはこれかな。これなのかな。でかいな、でかいな。俺これうまく飛ばせる自信ないなやってみようか、いきます。はい、裏です。お疲れ様でした。はい、まあ、これでターン終わります。はい、じゃあ番もらいます。1枚引きます。この番もらいますって言ってる感じがガチでそうなんですよ、そうなんですよ。あのじゃあゲーミングルーム史上一番ガチ感出てくるねじゃあ手張りで、つけます。はい、あのすげえナチュラルに手張りしますって言ってたけど、手札からポケモンにエネルギーカードを貼ることを手張りって言うわけですよ。あーそうなんです、ごめんなさいごめんなさい、俺たち当たり前に言ってるからさ。そうなんですよ、ごめんなさい。で、ポケモン入れ替えを使います。ポケモン入れ替えを使うことによってバト、でなんだベンチを入れ替えます。はい、で、嫌なんですけど博士の研究使います。おお、博士の研究はですね、自分の手札を全てトラッシュ、まあ、トラッシュっていうのはまあここですね、トラッシュして、ね、山札を7枚引くということなんですけど、実は僕の手札は入ってんすよ。ミュー V、ミュー 2V スターか。そうなんですよ、そう絶対そうだと思った。今もうトレンドのデッキじゃん。もう今これもうまさにでもほんと作りたてほやほやなんで。でなるほど。いやどうだろうな。でレベルボール使います。レベルボールは自分の山札から、HP が90以下のポケモンを1体選び、手札に加えることが相手に見せてからですね、手札に加えます。これで見ますデッキを1回、はい、レベルボール、そっか、ソルロックもルナトーンもHP90 だもんね。そうなんですよ。じゃあソルロックを、手札に加えます。でソルロックを場に出します。サイクルドローを使います。サイクルドローは自分の手札を1枚トラッシュして、その後自分の山札を3枚引きます。あーそれ結構、はい、山札掘れるね。はい、基本のエネルギーを、捨てて3枚いただきます。で手札に加えます。はい、で、番を返します。はい、クイックボールで、なるほど、ボスの指令捨てます。おお。でクイックボールは、はい、自分の手札を1枚トラッシュしなければ使えない。自分の山札から種ポケモンを選んで手札に加えることができます。はい、メロエッタを持ってきます。はい、メロエッタで、メロエッタ出して、はい、でゲノセクトのフュージョンシステム1回目を使います。はい、フュージョンって書いてあるポケモンの数になるように手札を引いていくっていう、はい、これついてこれてるかな、あの見てる人大丈夫かな。2枚引きます。で、おーなるほど、じゃあミュー V をミュー V マックスに進化させて、ウロボを使います。ほう。で捨てるのは、うわーこれ迷いとこ、クイックボール捨てます。ほう、クイックボール、クイックボールを捨てて、これでやっぱ表が出てほしいですよね。いきます。でコインよ、裏です。うわーこれはきつい、裏かー、きついこれは。2つ目のフュージョンシステムを使います。はい、で4枚あるので僕手札1枚なんで3枚引きます。はい、そっかそれでターン返します。おでソルロック出します。ミュー 2V 出します。で、使います、ソルロックの、特性ですね。自分の番に1回使える自分のトラッシュから超エネルギーを1体レビ自分のルナトーンにつけるということなので、今僕は3体います。そして超エネルギーが3枚あるので、3枚つけます。はい、で今ここに、4枚の、はい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 、超エネルギーあります。この次のムーンシステムってやつがですね、あのこのポケモンについている超エネルギーの数かける30ダメージなんですよ。なるほど。ってことは今ここに30ダメージを追加ってことか。追加ですね。だから30に3450ダメージってことですね。ついね。はい、なんでボスの指令使います。お
相手のベンチのポケモンとバトルポケモンを入れ替えることができるカードなんですけど、これでじゃあこちらのユニセクトを前に、あー、はい、150ダメージですね。150、はい、150になります。はい、でこれでバンを返します。じゃあバンもらいます。はい、ミュウを出して、はい、マリー使います。お互いのプレイヤーは自分の手札を全て裏にして切って、はい、自分は5枚、相手は4枚山札を引く。裏にして山札の下に戻る。うわ、最悪だ。はい、最悪だ。一番やっちゃいけないですよ、それマジで。今の俺の手札で。おお、じゃあ手札が強かったってことだね。はい、ワンチャン結構いけました、正直。これを一番下にするんですね。そう、一番下にして4枚引いてください。はい、で俺5枚。あ、正直結構な確率でいけたんですけどね。ポケモン入れ替え。おバトル場のポケモンとベンチのポケモン入れ替えます。入れ替えます。UV マックスを前に出して、はい、ユノセクト150食らってるからね。そうなんですよ。結構もう次食らったら多分倒れちゃうんで、気絶しちゃうんで。フュージョンエネルギーを張って、お、バン終わります。はい。じゃあバンもらいます。なるほど。トルロックの効果使います。3エナジー使います。トラッシュから1。やばい。2枚か。2枚かな。はい。2枚を、ルナトーンにつけることができます。2枚よかった。はい。で、これで、じゃあこのまま、攻撃します。ルナトーンのムーンキネシス使います。ついてるのが、1,2,3,4,5,6、6,3,18、210点ですね。210点。はい。食らいます。はい。ミュー、大丈夫かで、バン返します。あ、もらいます。ミュー V マックスに進化します。はい、カミツレのきらめき。おお、でこれは自分のフュージョンポケモン2匹選んで山札からフュージョンエネルギーを1枚ずつつける。きたということで、つけるのはこれとこれです。はい、お互いね。でこっちとこっちにつけて、はい、ミュウの技の大ミラクル、はい、130点与えます。はい、なんで倒れます。倒します。で1枚倒したの、ルナトーンを倒したので、サイドを1枚引きます。はい。なんで、倒れちゃったので僕は1体前に出します。じゃあ、バンいただきます。はい。まず、この子を、逃がします。風船がついてるので、逃げが、DNA がなくなるということで。で、ミュウツー V 前出します。ボスの指令。で、ゲームセット V 前に持ってきます。はい。で、ニエネで、超念力を使います。で、これ50なんですけど、こだわりベルトがついてるので80ダメージになります。プラス50だから80で230で、230、はい、で HP190 なのでゲノセクト気絶。はい、倒れます。で、V なのでサイド2枚、 V ポケモン、はい、サイドカード2枚取れる。はい、で僕はこれにかけます。挽回します。きつっ。で僕はミュー V マックスを出します。でターンもらいます。はい、じゃあいきます。でゲノセクト V をベンチに出して、はい、で6体いるので1回目のフュージョンシステムを使って、はい、3枚引きます。フュージョンエネルギーをこっちのミュー V マックスに貼ります。はい、ミュー V マックスのクロスフュージョンは、はい、ベンチポケモンの技も使えると。はい、ミュウはね、何でも技を覚えられる。そうなんですよ、ポケモンのゲームでもね。はい、でこのメロエッタの技を使います。はい、メロディアスエコー、自分の場のポケモンについているフュージョンエネルギーの数 ×70 ダメージ。すごいです。フュージョンエネルギーが4枚ついているので280、はい、でこだわりベルトでプラス30されるので310点のダメージです。バーン、起動します。よし、ポケモン V を倒したので2枚です。2枚いきます。ソルロック V 前出します。じゃあというわけでバン、いただきます。はい、1枚引きます。まずはですね、普通の釣り竿を使います。これはですね、自分のトラッシュからポケモン2枚までと強エネルギーを2枚選び、相手に見せて 山札に戻してもいい。戻すのはルナトーンとミュウツー V スターで、これを山札に戻します。で切ります。そして僕は、ハイパーボールを使います。おー、で2枚トラッシュします。はい、はい、でポケモンを持ってきます。ルナトーンを持ってきます。お、
で、手札から、ルナトーンと、ミューツ V を出します。逃がします。風船ついてるんでだよね。はい、でソルロックの3エナジーを使います。3枚いるので、ここに3個つけることができます。はい、3枚つけます。はい、そして3枚ついてて120点ですね。そうですね、はい、全部のダメージが HP の310を超えるので倒れます。で、その VMAX 3枚引けるんだよね。3枚サイド取れます。そう、すごく強いんだけど相手がサイドを3枚取れるようにしちゃうっていうのはね。そうですね。いただきます。じゃあもう1匹のミュー VMAX を出します。はい、超エネルギーをメロエッタに貼って、俺ね、さっきのダメージ食らってるミュウとこっち入れ替えて殴ればよかったっていうのを確かに今めっちゃ後悔して、あーそこなんで俺そこ気づく、あーやっちゃったんだろうって思ってそしたら絶対倒されてなかったね。どっちもどっちも点数はいけなかったです。失敗したと思って、クロスフュージョンを使ってゲノセクソの技使います。テクノバスターで210点、こだわりベルトがついてるから240点で、はい、ミュウ2V 倒します。でサイドを2枚取ります。いい勝負だね。いい勝負してますね、めっちゃ。どっちもルナトーン前に出すしかないな。ルナトーン前に出します。で、ソルロックを出します。エネルギー手張りします。24ソルロック全部使います1超エネルギーを4枚、ルナトーンにある。いや、そのデッキ回るね。はい、やるな。これで今、まあ、つけます全部、うん、7456788324270点、270点、ございます。くー、挽回します。じゃあターンもらいます。はい、ドローして、さっきのターンに、はい、テクノバスター打っちゃったから、はい、これは技が使えないんですよ。だけど俺には一個最終手段が残ってる。引ければって感じ。ウロボ。うわ、そういうことか。使ってクイックボール捨てます。これで表が出れば、ああ好きなカードを1枚持ってこれます。そうなんですよ。裏こい、お表ということで来た。1枚1枚好きなカード持ってきていい。はい、持ってくるのはもちろんダブルターボエネルギー。なるほど。でダブルターボエネルギーをメロエッタに貼って、はい、で、ダブルターボエネルギーってエネルギーカード2個分になるんだけど、使う技がマイナス20されてしまうってやつで、はい、でミュウは逃げるエネルギーが0なので逃げます。はい、はい、でメロエッタ出します。はい、でメロエッタの技打ちます。メロディアスエコーで球場エネルギー2枚なんで140の、はい、120ダメージ、120ダメージで、ナトーン倒します。うわ、でサイドを1枚取ってサイドが0になったので、メダカの勝利です。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、これは面白い。おもろい、いい勝負だったね。いや、俺一回も進化できなかったんですよ。進化させたらやばいなと思って。そうですね、早めに倒さなきゃっていう。うわー、めっちゃ楽しいわ。ありがとうございます。やばいね。じゃあ僕が勝ったので、フッカーの持ってる一番高額なカードを、うん、いや、ダメですよミューツ V スター出さなかったのが悔しいんで、もう一回これいきます。フッカーのリベンジ。そうなんですよ。いや、マジでルナトーンで殴り続けるっていうのも一個手なんですけど、やっぱミュウツーが出てくれないとこれって意外と成立しないんですよ、デッキ的に。そうだよね、はい、あれはね、EV のね、スリーブいいですよね。俺 EV が好きだからさ。ああ、最初はグー、じゃけんぽい。高校で。わかりました、じゃあ先行いただきます。あ、待って、先行でもいい。もちろんです、もちろんです。お願いします。お願いします。はい、せーの、ドン。マナフィー。あー、そっか、マナフィーか。確か特性が一番引きます。はい、で大口の沼張って、これはね、お互いのプレイヤーは手札から種ポケモン出すためにダメ缶を2個乗せる。うわー、結構ややこしいですね。で、しょうがない、もう本当にできることないんで、え、ターン終わります。はい、じゃあバンいただきます。エネルギーを手張りします。で進化します。おお。でここのこのこだわりベルトつけておきます。はい、で170、300出せんだよね、それ。そうなんですよ。でソルクの3エナジー使います。あれ、これ痛いよな。回ってる。 OK、 基本エネルギーをルアトーンにつけておきます。
はい、挽回します。はい、いただきます。ハイパーボール。お、大口の後と超エネルギーカード。大口の、これきついな。ハイパーボールで好きなポケモン一匹。はい、何のデッキかっていうことを見せる意味で、はい、あの主力のカードを持ってきます。お、なるほど。翡翠ゾロワークっぽい。あー、それか。でダメージカウンターを。これ結構すごいですね。これ嫌だ。でもこれ SR なの。すごいですね、 SR。 先月発売したパックで当たったの。はいはい、すごい。持ってないですわそれ。で、ターン感じます。そっか。バインいただきます。とりあえず手張りします。はい。で、ボスの指令。使ってない。はい。ボスの指令を使って、はい。あの子。ズン。はい、出します。で、サイコパージ。自分の場のポケモンについている超エネルギー3枚までトラッシュし、その枚数 ×90 ダメージなんで、僕は3枚トラッシュします。はい、2枚できるんだ。うん、ってことは、この2枚をトラッシュして、はい、翡翠ゾロアーク V が倒されます。はい、なんで倒す2枚サイドいただきます。はい、マナフィーが出るしかない。いきます。はい。ああ、しょうがないな。もうこれ本当に勝ち筋ないんだよね。ボスの指令で、はい、ミツブイスター下げて、はい、ソルロックに出てきてもらいます。なるほど。でターン返します。なるほど。ソルロック逃がします。で、ミツブイスターを前に出します。サイコバージー使います。1枚トラッシュして90ダメージ。はい、はい、一応トラッシュします。で、1枚取ります。で、バンを返します。ベンチにポケモンがいなくなったので、はい、僕の負けです。そうだ。はい、いやー、引けなかったな。いや、ゾロワークか。そう、面白いんだよ、ゾロワーク。ゲンガーをさ、はい、あー、なるほど。クイックボールとかハイパーボールで手札からもう捨てると出せるから、特性で。そうですよね。で、ダメ感3つ乗る。あ、そういうことか。そう、ダメージポンプで。あ、そうか。ダメージ配んのよ。あ、だから大口。そういうことか。そうそう。で、ゾロワーク V スターがさ、はい、あのダメージカウンター乗ってるポケモンの数かける50ダメージで2つってことはもう2ターン目で300出せるっていう。そうですよね。やっぱ回んなかった。いや、これ回ってたら結構いかついっすね。いや、そうなんだよ。面白いんだよ。回ってたら結構しびれるバトルしそうだったな。でもさ、結構大会とか見ててもさ、全然回ってない人っているじゃん。いや、なんかそうだよねって分かるよっていうさ。本当そうなんですよ。したら俺こっちで行きます。あ、じゃあそれちょっとやろうよ。最悪だ。あー、もう最悪。種ポケモンがいるしかない。最初はグーじゃんけんぽい。はい、どうでしょう。先行で。わかりました。せーの。あ、持ったな。それはきつい。持ったな。それはきつい。で、クイックボールを使います。はい。で、ハイパーボールを捨てます。はい。だんだんこれね、見てる方も、はい、だんだんルール分かってきてくれてると ね嬉しいです ね。 ね、ちょっとでもポケモンカードをやる人が増えたら俺は嬉しいですけど。いや、そうね。はい、じゃあゾロワーク V を持ってきます。はい、で、ベンチに出します。はい、ダブルターボエネルギー貼って、はい、ターン終わります。はい、バーもらいます。無限ダイナ V 出します。そして、冒険家の発見。これは自分の山札からポケモン V を3枚まで選び、相手に見せて手札に加えることができます。なんで僕はクロバット V とブラッキー V とブラッキー V を持ってきます。で、ブラッキーV、おお、出します。手張りします。おい、クロワット V 出します。で、ナイトアセットを使います。手札が 6枚になるようになるので、3枚しかないので3枚引きます。はい、番を返します。あ、ゾロワーク V スターに進化させます。はい、それも UR だぜ。すげえ。あ、俺 UR 持ってない。それ持ってないな。ビカビカのハイパーボール。はい、ゲンガー持ってきます。はい、翡翠ゾロワーク V スターの V スターパワー。はい、V スターパワーは
対戦中1回しか使えない技、はい、その分強いということで、はい、これは自分のワンに使える自分の手札を全てトラッシュして山札を7枚引きます。おお、ます。なるほど、ってことはゲンガーか。7枚引きます。ビッパ出します。はい、で一旦翡翠のヘビーボール使います。出た。これはね、裏になってる自分のサイドの表を一回見ることができると。俺それ手に入んなかった。で、種ポケモンを、え、これさ、普通のノマンワルだったらさ、はい、パックくんめっちゃ出てきたよ、なんか。マジっすか？ダークファンタズマの。あそこか。そうそう。ダークファンタズマか。俺それ欲しいんですよ。デッキに入れたいんですよ。ピッ。あ、そこにいたんだ。持ってきて。はい。で、こっち出しまして、はい、シャッフルして、置き直しまーす。はい。あ、で、こうか。はい。で、ゲンガーの特性使って奈落の裏門、これ墓地からベンチに出てくることができます。はい、その代わり、ダメージカウンターが3つ乗ります。はい、ということで30ダメージ。なるほど。で、ダメージポンプを使って2個を移動させます。はい、なんかビッパとビッパとビッパでいいかな。はい、で使います。穴抜けの紐。なるほど、お互いか。お互いポケモン入れ替えると、入れ替えるのは相手の番からですということで、フッカーから入れ替えてください。俺こっち出します。おお。じゃあ俺は翡翠ゾロワーク V スターを出して、はい、ボスの指令で。なるほど。ちょっと逃げ N 一番多いのどいつだ。逃げ N はファイヤーかブラッキーですね。ブラッキーで。ブラッキー、はい。で、呪いを刻む。はい、また使います。はい、で、ことは150のダブルターボだから130ダメージ。はい、で、挽回します。はい、バンもらいます。1枚引きます。無限ではない VMAX 進化します。で、無限ゾーンですね。自分のワンポケモン全員悪タイプなら働く。自分のベンチに出せる悪のポケモンはハッピーになりまして、別のタイプは場に出せない。この特性が体になった時はベンチから、まあ、その分排除しなきゃいけないんですけど、うん、まず無限大な VMAX 持ってきます。で、ポケモンいっぱい入れられるっていいな。そうなんですよ。で、エネルギーをこっちに手張りします。挽回します。ハイパーボール、はい、でパワフル無色エネルギーとクイックボールを捨てます。はい、で、引いてくるのはビーダル。なるほど。で、ビッパをビーダルに進化させて、はい、ビーダルの特性、自分の番に1回使える、自分の手札が5枚になるように山札を引く。1、博士の研究。はい、で、トラッシュして7枚引きます。1、2、で、大口の沼張ります。出た。で、その対策はない。ここにはで、ゲンガーの特性で出てきます。ダメージカウンターで乗せられるので、まあ、これで殴るかな。呪いを刻む技を使います。はい、で、ダメージカウンター乗ってる数 ×50 だから 1,2,3,4 体乗って200のダブルターボエネルギーで180。うわ、気絶。気絶。 V ポケモンを倒したので2枚取ります。はい、いや、もうこっからなんだよ。はい、出します。まずはクイックボール使います。1枚クイックボールは、種ポケモンですね。1枚持ってきます。持ってきます。クロバット V を出します。20くらいます。キャプチャーエネルギーつけます。こっちにつけます。キャプチャーエネルギーって何だっけ。このカードは僕の手で無色エネルギー1個分、そしてこのカードが手札からポケモンにつけた時、自分の山札から種ポケモンを1体選びベンチに出すことができます。それだ。はい、で、出します。ブラッキー V 出します。ハイパーボール使います。無限大な V 持ってきます。はい、持ってきて、この子を出します。で、20ダメージ食らいます。出したことによって攻撃します。ドレッドエンド3、場に出ている悪240、いや、この子も多分1,2,3,4,5,6,7,8,9、あ、270点です。ワンパンですね。はい、270点。倒します。2枚か。そう、2枚。2枚サイドいただきます。で、挽回します。マナピー。はい、で、ターンもらいます。はい、ゾロワーク V を
はい、ベンチに出して大きなお守りつけて、はい、3、7枚、超エネルギーカードを手張りします。はい、挽回します。はい、いただきます。じゃあまず、進化させます。無限大の、そしてブラッキー VMAX にします。でブラッキー VMAX の効果のダークシグナルが、自分の番にこのカードを手札から出して進化させた時1回使える、相手のベンチのポケモン1体あるいバトルポケモンと入れ替えることができるということなので、僕はゾロワークと入れ替えます。強っ。で、ドレッドエンド使って270点です。はい、じゃあ2枚取ってください。はい、2枚いただきます。ゲンガー。はい、やばい、ブラッキーまだ進化してないやついる。あいつ危険だ。1枚いきます。はい、なんでもいいや。マフル無色エネルギー張って、はい、グロバット V 出して、はい、で、ナイトアセット手札を6枚にするに引きますカード、はい、1枚、2枚で、うわ、できることがない。挽回します。はい、何もできない。アツナ。何それ。アツナは、相手の場のポケモンについている特殊エネルギーと場に出ているスタジアムを1枚ずつ選びトラッシュすることができる。はい、多分特殊エネルギーってこれですよね。そう、とスタジアムをトラッシュします。トラッシュされたら、はい、で、まあ、ドレッドエンド打ちます。270。はい、で1枚いただきます。挽回します。もう俺無限ダイナに何にもできねえよ。ゲンガー出して。無限ダイナマジ強いですよ。ゲンガーに超エネ張って、はい、でこれは相手のベンチポケモンの数 ×2 個分のダメ感を相手のバトルポケモンに乗せるから、160点出せる。いかつ。でボスの指令を使ってクロバット V に出てきてもらう。これでいいですか。いや、そっちのダメージ乗ってる。はい、ダメージ乗ってるやつがいい。あ、これか。すいません、全然わがまま言ってすいません。全然です。これですね。 OK です。でビーダルの働く前まで手札を5枚に、はい、5枚になるように引くので、はい、3枚引きます。はい、できることはやる。で、できることがない。スクリームサークル、相手のベンチポケモンの数かける2個分のダメ感を乗せるなら、クロバットに、1、2、3、4、5、6、7、8だから216、160ダメージでドンピシャで倒します。すごい、ドンピシャ倒し。でサイドを2枚引いて、はい、終わりです。無限ダイナ出します。はい、もうこの勝負も終わりです。はい、ドレッドエンドでいただきます。オツです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、楽しい。いや、無限大な強すぎるわ。強いっすよね。いや、楽しい、マジで。確かに。いや、マジ、誰か全然分かんなかった。海外の SP みたいな人が来たのかと思った。おはようございます。おはよう、慎太郎。ポケモン GO やられてるんですか？ポケモン、カードね。慎太郎やってないの？俺やってないですよ。やってない。子供の頃やってましたけど。大人になってからは？やってないですね。いや、ガチバトルしてた。ガチバトルしたんだよ。いや、多分ガチバトル。多分あのポケカ知らない人が見てたら多分あんま面白くないんだって分かってるけどやっちゃってる。無限ダイナがあんたらかんたる。そう結構ガチだった。いやー、面白かった。面白かったね。面白かった。あ、しげた。いや、いいよ、いていいよ。いていいのに。いや、意味わからない。いきなりタンクトップを。さあ、はい、ポケモンカードやりましたけど、はい、ミュウで1回勝って、そうですね、無限ダイナで2回勝ったのか。だから、ゾロワークの正直、ミュウもう1回やりたいですね。戦いたいですね。ミュウとあの無限ダイナで見てみたいですね。確かにそうだね。そういうのもやってみたいですね。山札引くのでさ、回んない時とかもあったけどさ、ね、はい、これが面白いところなんだよね。これなんですよ。ちょっとまたぜひやりたいですけどね。またね、あの次いつやります？もう今言ってくれたの俺たちも。そうね、あの、そこまでに準備するんで調整するからね、はい、この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。バイバイ。バイバイ。